白髭草は、梅鉢草か梅鉢草属に分類される多年草の一種。以前は、雪の下か梅鉢草属に分類されていたが、APG 植物分類体系では新設された梅鉢草科に分類されるようになった。和名は、白色の花びらの縁が糸状に切れ込んでいる様子を髭に見立てたことに由来する。俗名は、ギリシャの三名に由来する。短い根形があり。 3から8個の高さ15から30センチメートルの家計を伸ばし、数個の長い柄のある根醤葉をつける。家計に4から8個の葉を多少茎を抱くようにつけ、先端に1個の白い花をつける。葉は無柄で、葉芯は甲卵刑、基部は人身刑、長さ1.5から4センチメートル、幅1.5から4センチメートル、花の直径は2から2.5センチメートルで、 カキは8から9月。5枚の花びらは卵型で、長さ0.9から1.2センチメートル。円は糸状に深く切れ込む。死髄は、湯髄よりも短く、薬は長円形で、おしべは、花弁よりも短い。仮湯髄は、長さ3から4センチメートル。先端が三新列し、先端に、球状の黄色の先体がある。脂肪は4室で、卵休憩。果ては、 長さ6から7ミリメートル。種子は長さ約1ミリメートル。湿地に群生する。洋介本編種はインド、中国に分布する。本編種は日本の本州、四国、九州の温帯域に分布し、産地の湿地に生育する。愛媛県東、赤石山の宮山、愛知県豊田市三船湿地の定地などにも分布する。新、花の百名山で、 鳥取県の戦場山を代表する花の一つとして紹介されている。山野草として苗が市販されている。梅鉢草、パーナシアプルストリス同族の梅鉢草、ヒメ梅鉢草、コウメ鉢草に似ているが、花弁の糸状に深く切れ込む形状が大きく異なる。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。湿地の開発、産地が限定的であること。 環境繊維に伴う湿地の消滅、栽培目的の採集などにより、多くの地域で減少傾向にあり、絶滅が危惧されている。阿生九国立公園、瀬戸内海国立公園などの指定植物、福島県では、福島県野生動物の保護に関する条例により、特定気象野生動植物の指定を受けて、採集は禁止されている。愛知県豊田市三船湿地の 白髭掃除聖地は1971年5月20日に市の天然記念物の指定を受けた。ありがとうございます。